様の助、気をつけて。玄魔が中に入ったわ。やっぱり来たわね。人間としては上出来よ。でももう間に合わない。あとわずかで暗黒儀式が始まる。まずは雪姫の見ている前で夢丸が殺される。何だと？可愛い夢丸が目の前で殺されたら、雪姫の悲しみと絶望は極致に達する。それにより生贄の血は旨味を増し、それを飲む信長の力も強くなるという寸法。そうだめでしたね。私の愛しい子供たちよ、そこにいる人間を食べておしまい。火薬に火をつけたわ。